ようこそデータサイエンス研究所へ。今回はですね、データの整理、DPLYR について解説していきたいと思います。データの整理なんですけど、要はデータの前処理、データをいろいろいじる上で、この DPLYR っていうこのライブラリ、便利機能の集まり、これを使うとめちゃめちゃ便利に分かりやすくデータをいろいろ変形いじれるんですよ。これがめっちゃすごいので、これについて解説します。で、どういう内容をやるかというと、まず使用するライブラリ、これですね、DPLYR をインストールして、あとはデータの作成ですね。この、要は、いじるデータを作るデータの作成をして、データの確認だったり、パイプ演算子の利用、これがメインですね。これがめちゃめちゃ肝です。パイプ演算子を利用して、いろんな関数を適用して、データを変形することができます。で、最後にデータの格納をやって、説明を終わりにします。まず使用するライブラリとデータの作成なんですけど、これはまずライブラリですね。今回は DPLYR を使うので、1回もインストールしない方はこれも実行してください。で、もうすでにインストール終わってるよ。これ1回実行したことあるよっていう人はこれですね。ライブラリ DPLYR。これを実行すれば DPLYR の機能を使うことができます。はい、じゃあ次にデータの作成なんですけど、これはまず、前回、以前やったようにランダム値を設定して、で、これですね。正規分布。平均50で標準偏差が10のものから、10個データを乱数発生させて、で、小数点切り捨てしたものを数学に入れる。で、英語も同じように入れて、で、次にここ、ここはあれですね、変えただけです。R、バイノミアル。これはこの R ノームだったこのノーム、正規分布の部分をバイノミアル、二項分布にしたんですね。で、これは10個発生させて、これ1。要はその何回か回数を重ねるっていうのが二項分布なんですけど、それの1で、1回成功する確率 0.5 なんですけど、ここ1にした場合はベルヌイ分布になります。要はこれちょっと難しいことを言ってると思うんですけど、簡単に言えば0、1のデータを0.5 の確率、いや均等に出現させるみたいなので、クラスが0と1の数になります。で、実際にこの数学、英語クラスをまとめてデータフレームとしてデータに入れて、データを確認していきます。で、ここ何言ってんだって方もデータを見れば、大体こんなデータを作っているんだっていう感じでわかると思います。はい、実際に実行すると、これですね。ライブラリ入れて、シード決定して、数学、英語クラスにデータ入れてって、それをデータフレームでまとめてデータに入れて、データを確認するとこういうふうになります。これ数学と英語にそれぞれ正規分布に従った、平均50でばらつき10ぐらいのデータで小数点除いたものが入ってて、クラスにはベルヌイ分布から発生させられた1、0のデータが入っていることが確認できます。はい、じゃあ次にデータの確認なんですけど、これはアイリスのデータでもやったように、バーってデータ数が多いと、全データこうバーって出力させると、見にくくなっちゃうんですね、この部分が。ですので、ヘッド関数を使うと、これヘッドデータで、これデータの上から6個だけ出ることになります。で、あとはこのヘッドデータドットカンマ5とかにすると、これ上から5個みたいな感じで、この上から何個かっていうのをこのカンマの後の数値で設定することができます。で、これさらに DPLYR、DPLYR のパイプ演算子ですね、ライブラリをインストールしないとこれできないやつですね。このパイプ演算子を使うと、こういうふうにも表現できます。で、これだけ見ると、こっちよりこっちの方が別にいいんじゃねみたいな感じなんですけど、これが次の項目でめっちゃ役に立ってきます。このパイプ演算子。で、次にランダムにいくつかこう発生させるのに、このデータのこのサンプル N ですね。このサンプル N の5、これを実行することで、要は上から5個とかじゃなくて、データからランダムに5個みたいな感じで、このランダムなデータをこの参照、データを確認するときに見ることができます。はい、じゃあ実際に実行していくと、まずこれですね。ヘッドデータ5で上から6個。で、この5を指定すると上から5個。で、このパイプ演算子でも上から5個データが出ることがわかると。で、次にランダムに5個。これですね。これで、上とちょっと違うデータが出されていることもわかります。はい、なんといってもここがメインなんですけど、パイプ演算子を利用することで連続的に関数を実行させることができるんですね。で、これ、まずデータからこのパイプ演算子を使ってセレクト関数を使うと。これは、カラム選択なんですけど、要は数学とクラスの列だけ取ってくるみたいな関数です。で、そこからさらに関数、パイプ演算子を適用させて、これですね、フィルター。これは数学50以上みたいな感じで、この条件を指定することができます。はい、で、条件指定で、その条件のものだけ取り出す関数ですね、フィルターは。50以上っていうよりか、50より大きいかな。で、次に、ミューテイト。このミューテイト関数は、新しい、これですね、列を追加したり、データを変形させたりできるんですけど、まずこれでは、これですね、数学 Z っていう、数学 Z っていう新しい項目に、スケール数学。これは標準化。数学を標準化したデータをこの数学 Z に入れるみたいな感じですね。要は新しい列を追加できるよっていうだけです。
で、あとは他にもミューテート、数学2、数学引く2ってやることで、この数学、元あった数学のデータに、この元の数学から2点引いたものを改めてこう変える。まあ、要はデータの変更をすることもできます。で、他にも、まあ、元あったデータの変更で、例えばクラスっていうデータに、この if else 関数を使うんですけど、これは if、もしクラスイコール1だったら A を入れる。そうでない場合は B を入れる。みたいな感じにして、まあ、要はさっきまでクラスが0、1だったのを、クラス A とクラス B に変更するみたいな関数をこう適用させることができます。で、さらに、ここからアレンジ関数を使うことで、数学を小順にします。まあ、要はどんどん数学が大きくなっていく順にこうデータを変えるとか、このデスクリーズ関数を数学に適用させてからアレンジを使うことで、まあ、高順に変えたりできると。で、あとはリネーム関数で、この元あった、これですね、数学っていう名前をこの英語に変更したりすることができます。で、グループバイクラスとサマライズ、この関数をこの2つ合わせることで、要はクラスごとの模様は平均だったり、まあ、合計だったり、まあ、他にも標準偏差だったりいろいろできるんですけど、今回の場合は、まあ、平均と合計だったりをこの要約で出すことができます。はい、じゃあ実際上から実行していくんですけど、まずこのセレクトの部分まで実行するとこういうふうに数学とクラスだけ取り出せると。で、ここからフィルター条件の部分まで実行させると数学が50より大きいところだけ取り出されると。で、これさらに下の部分までやると、まあ、数学 Z っていう新しい行列か、新しい列が追加されると。で、さらにこのミューテートですね、この部分を実行させると数学がマイナス2点になって出力されます。で、さらにこのミューテートクラスですね、次クラスの部分まで実行させていくと、まあ、クラス1のところが A で0のところが B ってなってこう変更されますと。で、さらにこのアレンジの部分までを実行させると、これ小順に変わります。この数学が小順になる、まあ、要はちっちゃいところからバーって。で、デスクリーズ関数を使ってやると逆ですね、高順になっていくと。で、次にリネーム関数を使うとこの数学が英語に変わるんですね。で、この英語に変わった上で次に、まあ、グループバイまでする、グループバイまでやると、まあ、なんかちょっと変わるんですけど、あんま変更されないです。これは、まあ、サマライズ関数とセットにしてよく使います。で、サマライズ関数によってセットにすることでこのクラスごとのそれぞれ平均だったり、A と B の平均だったり、合計だったりを見ることができます。はい、じゃあ最後データの格納なんですけど、このデータの格納は何するかっていうと、さっきこのデータからパイプ演算子バーって使って関数適用させてって、データを変更させていったと思うんですけど、それってただデータをこう、その場で変更させただけで、データ自体は変わってないんですね。だからデータを格納しないといけないと。だからさっきので言うと、データからまあセレクト選んでフィルターで条件指定して、新しい行、まあ、列か、新しい列追加して、まあ、列ちょっと変更して、までやったデータを、まあ、data.new に新しく入れます。で、その data.new をちょっと確認するのが最後の流れです。まあ、要はこれすることによって、変形したデータを data.new と新しいデータとして、まあ、入れることができると。まあ、ここからまたデータ入を加工したり、まあ、分析に使ったりっていうふうにすることができるわけです。はい、じゃあ実際これ実装すると、まずこのデータ入にこれを入れると、まあ、データアンダーバーニューですね。で、ヘッド関数で確認すると、こんな感じで、実際ここまで変形したデータが、データアンダーバーニューにちゃんと格納されていることが確認できます。はい、最後ですね、データの整理なんですけど、これはまあ使用するライブラリとデータを最初にやって、まあ、これはまあ以前もやったことあるやつですね。で、データの確認をして、で、そこからこれメインですね。パイプ演算子の利用したと。で、そこから最後データの格納ですね。要はここがメインでいろいろデータの変形をしたんですけど、まあその変更結果っていうのを新たにデータ、他のデータに格納して、そこからまあ分析に使ったりできるよっていう話をしました。はい、いかがだったでしょうか、データの整理について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。